皆さんこんにちは、キャンプアクチャンネルのなるみと申します。今日紹介するのはね、こちらコールマンのタフスクリーンツールームハウスの X、 お値段は税込みで82,280円です。初心者から上級者までカバーする幅広い製品ラインナップが魅力のコールマン。安定したクオリティと比較的手頃な価格のアイテムたちがまさに入り口として私たちとキャンプの距離を縮めてくれてますよね。今回ご紹介するのはそんなコールマンの人気テント、タフスクリーンツールームハウス MDX。 立てやすいクロスフレーム構造で寝室とリビングが一体化しているツールームタイプのテントです。なぜこのテントが人気なのか、ぜひ最後まで動画をご覧いただいてその理由を見つけていただければと思います。それでは最初に基本スペックからご紹介していきます。重量と収納サイズ。収納サイズは直径約 32cm×74cm、 重量は約 17kg。 重いような印象を受けるかもしれませんが、 4,5 名収容できるツールームタイプのテントの重さはだいたい 15kg×20kg のものが多いので平均的な重さといえます。運搬にはキャリーやワゴンがあるといいと思います。内容物。内容物はご覧の通りです。ペグはプラスチックペグが8本とスチールペグが18本付属しています。またプラスチック製のハンマーも付属しています。プラスチックハンマーはペグを傷つけにくいメリットがある一方、芝生であれば使用できますが、砂利などの硬いフィールドで使用する際はハンマーが破損してしまう場合があります。キャンプに行く頻度が多い方やいろんなフィールドでキャンプしたい方はプラスチック製より劣化が少ない金属製に買い替える方がおすすめかと思います。ハンマーを金属製にした場合はペグも合わせて金属製にしましょう。でも実はこのプラスチック製って子供に持たせるにはかなり安心感があるんですよね。付属品にはキャノピーを立ち上げるためのキャノピーポールが付いています。別売りになっていることも多いキャノピーポールなんですが、最初からセットに入っているのは嬉しいポイントですね。道具を持っていないキャンプ初心者の方でも買い足すことなく初期費用を抑えてテント設営が完了できるセット内容はさすがコールマンと思いました。それでは設営していきます。テントの立ち上げは2人で行った方が立ち上げやすいですが、今回は1人設営の方法で立ち上げをしていきます。まずはフライシートを広げます。コールマンロゴがある方がフロントになります。スタンディングテープのバックルがしっかり止まっているか確認してください。止まっていないとうまく立ち上がることができません。次にシルバーの寝室のポールを2本伸ばします。ポールを伸ばしたら寝室部分の端がグレーのスリーブに2本のポールがクロスするように通します。ポールを通したらフライシートの寝室部分奥側の両端にあるアシストクリップをそれぞれのポールに差し込みます。次にアシストクリップにはまっていない方のスリーブの端を片手で持ち、もう片方の手で寝室ポールを押し入れながらループがグレーのアシストクリップに差し込みます。寝室ポールがクロスしている中心部分にフライシートの内側から片方の手を入れて持ち上げ、フライシートの中に空気が入るようにしながらアシストクリップで固定されている3箇所のポールを立たせます。中心部分を支えていた手をアシストクリップを差し込んでいないスリーブの端へ徐々に移動させ、もう片方の手でポールを押しながらスリーブを引いていきます。そのままポールを押し入れながらフライシートを完全に立ち上げ、立ち上がったらループがグレーのアシストクリップに差し込みます。寝室部分が立ち上がったらフライシートについているフックをポールにかけて固定します。次にリッチポールを伸ばします。伸ばしたらフライシートリビング部分中央両端にある緑色のグローメットにリッチポールを通します。この時リッチポールは交差しているポールの上にセットするようにしてください。リッチポールを通したらフライシートについているフック2箇所をかけて固定します。次にグリーンとシルバーのリビングポール2本を伸ばします。ポールを伸ばしたらリビング部分の端がグリーンのスリーブに2本のポールをクロスするように通します。この時リビングポールは寝室ポールの上に来るようにセットしてください。ポールを通したらフライシートのリビング部分入り口側両端にあるグリーンのループのアシストクリップをそれぞれのポールに差し込みます。寝室部分と同じようにアシストクリップにはまっていない方のスリーブの端を片手で持ち、もう片方の手で寝室ポールを押し入れながらフライシートを立ち上げます。立ち上がったらフライシートの中間部分にあるグリーンのループについているアシストクリップをそれぞれのポールに差し込みます。リビング部分が立ち上がったらフライシートについているフックをポールにかけて固定します。設置場所を決めペグダウンしていきます。この時すべての入り口のファスナーが閉まっているか確認しましょう。
閉まっていないままペグダウンしてしまうとファスナーが閉まらなくなってしまう場合があります。設置場所が決まったら寝室部分、リビング部分、それぞれの四隅を黄色のプラスチックペグを使ってペグダウンし、テントを固定します。8箇所のペグダウンが完了したら残りの10箇所をスチールペグでペグダウンしていきます。すべてのペグダウンができたら寝室部分にインナーテントをセットします。インナーテントはコールマンロゴが正面に来るようセットし、インナーテント上部中央の赤いテープのフックをフライシート内側の赤いテープのリングにかけて位置合わせをします。その他のフックとリングをかけていきます。フックをすべてかけ終えたら下部四隅にあるフックをインナーテント内側にあるリングにかけていきます。これでインナーテントのセットが完了しました。インナーテントのセットができたら針綱で固定していきます。まずは寝室ポールとリビングポールがクロスする部分2箇所にあるウェビングテープをポールに巻き付け、フライシートとポールを固定させます。大きなテントは構造上風の抵抗を受けやすくなります。ウェビングテープを使用することで生地とポールに力を分散させることができます。巻き付けたらリングに針綱を通しペグダウンします。ウェビングテープ含む6箇所の針綱のペグダウンをしたら設営が完了です。設営の感想を一言で言うとかなり立てやすいです。設営時間は1人の設営でも約20分程度でした。ポールの色とスリーブの色が同じで直感的に設営できるので初心者の方でも迷わず設営できるのではないでしょうか。また別でタープを設営しなくてもいいので設営時間を大幅に減らすことができると思います。これはファミリーキャンパーにはありがたいですよね。次にサイズ感を見ていきましょう。設営時のサイズは奥行き約560センチ、横幅は340センチ、高さは215センチとかなり広々としています。クロスフレームを採用しているため壁が立っており、身長180センチの僕が中に入ってもこの天井の高さ、圧迫感がありません。リビング部分はテーブルと椅子4脚を置いても余裕の広さです。4人家族が入っても狭さを感じず快適に過ごせますね。仮に雨が降ったとしてもクーラーボックスやコンテナなどをリビングスペースに置いておける広さがあります。寝室部分のインナーの大きさは奥行き約250センチ、横幅は約300センチ。このテントの収容人数は5、6名ですが、大人のみで寝る場合は4名がちょうど良さそうです。コットを中に入れるとこんな感じ。3つは入りましたが4つは難しそうです。家族4人で使うならマットの方が広々と使用できそうですね。次にテント内部の仕様についてご紹介します。まずリビング側の上部にはリングがついています。ここにランタンを吊るすことができます。リビング側には虫の侵入を抑えるスカートも付属しています。寝室側にはサークルベンチレーションシステムという風を取り入れ排出を繰り返し涼しい空間を作る機能が備わっているので、こもりがちなテント内でも空気循環が生まれて夏場でも比較的涼しく過ごすことができます。続いてテントのアレンジ性についてご紹介します。まずはこちらフルクローズ、雨風から身を守ってくれるのがこの状態です。スカートはリビング部分のみなので冬場は寝室部分の下の方から冷気が入ってくるのが気になるかもしれません。春から秋の仕様がおすすめかと思います。続いてフルメッシュです。メッシュはリビング部分3箇所に設置されています。暑くて虫の多い夏や光に虫が寄ってきやすい夜は涼しい風を取り入れつつこの状態で過ごすことができます。続いてキャノピー部分の跳ね上げ、快適に過ごせる気候の時はこの張り方がいいかなと思います。キャノピーの立ち上げは正面だけでなくサイドも立ち上げが可能です。立ち上げる場所を変えてみたりポールを買い足して3方向すべて立ち上げるなどいろいろなアレンジができそうです。最後にフルオープン、ポールがなくても入り口3箇所をオープンにすることで開放的に過ごすことができます。フルクローズ、フルメッシュ、跳ね上げ、フルオープンなどいろいろなパターンを使い分けることで季節やシチュエーションを問わずファミリーなど複数人のキャンプでも使い勝手の良いテントかと思います。はい、ということでコールマンの大人気テントタフスクリーンツールームハウス MDX をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。個人的にはツールームタイプで設営が楽、壁が立っていて室内が広々、季節や天候を気にせずキャンプが楽しめるなどなど、ファミリーキャンプのファーストテントにはとてもおすすめだし、初心者でなくても使いやすいテントなんじゃないかなと思いました。個人的には人気の理由も納得しましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧ください。キャンプチャンネルのなるみでした。ありがとうございました。